今回ね、実はめちゃ緊張してます。案件来ました。おめでとうございます。ってことで、今回ね、ちょっと紹介していこうかなと思うのが、ターフシャークさんの VPN について紹介してます。そもそも VPN っていうのが、バーチャルプライベートネットワークっていう略で、個人情報とか、そういうのを出るのを防ぐためのセキュリティサービスです。そもそもね、この公共の改善とかなんかフリー Wi-Fi、Mac のフリー Wi-Fi とか使ってると、実はデータってね、ポンポン抜き取られるんですよね。丸見えなんで、あなたが何やってるかっていうのは、もう丸見えなんですよね、そういう回線使ってると。なんで、会社のね、重要なやつとか、なんかやってると、それ危ないよね、みたいな感じなんですけど、それはね、守れるということです。で、大人の方はね、リモートワークとかやってるときにめちゃくちゃ役立ちます。そして未成年の方は、とあるサイトを見るときにめちゃくちゃ役立ちます。情報、データブロックされるんで情報抜き取られないんでめちゃくちゃ重宝します。もしね、サーフシャークさんの VPN をね利用しようって方はね、ガン CH っていうコードを入力してもらったら 83% オフになるんですよ。2年間契約の場合はなんか追加で3ヶ月分無料になるってことでね、ぜひ利用してください。申し込みから30日以内だったら返金とかも保証されてるんで、もう返金可能なんですよ。なんでタダで30日できるってことで、人生経験として VPN をね試して、メリットなかったら返金してもらいましょうみたいな感じで皆さん、やってみてはいかがでしょうか。ということで本編スタート。さあ、久しぶりのツイッターで話題のってやつなんですけど、さあ今回ね、モーティスの華麗なる技集ということで、もう完璧ですね。これさえできればモーティス使いみたいな感じの動画なんですけど、このブラックキャットさんがね、もうえげつなくうまいですよね。まずこのビビの攻撃をすべてかわしいのからの、他の相手に浮気しに行きますと、ビビだけではなく、もう他の敵まで、しばきに行って浮気しに行くというこの花技。いや、これやばすぎる。さあ、これこのウルト持って、これもうほら、何忍者ですかと。もうこんなにうまくもう持ち使えたら、その人生楽しいわなと。そろそろブラックキャット、この人の株が上がりすぎる前に、はい、ちょっとチャンネル変え、失礼します。俺が生きてきた環境はこんな感じなんで、俺がお笑い番組必死で見てた時に親がいきなりチャンネル変えてくるような気分を皆さんに味わってもらいたいなと。さあ、ジーン5匹 VS、ジーン5匹足す、マックス4匹 VS きびだんご。お前は何があったんや。この敵全員小麦アレルギーですかみたいな動画なんですけど、さあさあさあ、これどうなる、展開がどうなる。なんか思ったよりね、このきびだんごだけに攻撃するんじゃなくて、みんな攻撃しないっていうこの謎の連携なんですけど、さあ逆に仲間割れしたせいできびだんごだけ、襲われることなく、おっと、無難に過ごしてさあこれはどっちがやるやん。さあ、某がキューブのところでなんかガジェット持ってますね。さあこれはどうどういった動画なんでしょうかね。さあとりあえずこれキューブ割って、おっと、ここに地雷を引いて、はいはい、なるほど。これね、何回かやったことあるんですけど、これハニートラップと言われるやつですね。さあこれ、あれ放置すんの、ハニートラップのトラップを無視していく、あ、ここありますよみたいな感じで誘導してますね。ひそすぎ、こんな戦法あり、いやこれちょっとやばくね。これどうなんですかね。さあこれキューブ渡して、なんか献上品ですよみたいな、玉手箱ですよみたいな感じで、あ、最低やこいつ。最低。さあ、最近出たコンペマップですね。もうこんなんリコ一択で強いやんけ。さあこれはもう走り回って、もうウルトボコボコに打ちまくって、さあこれで、からの回復してって。いや、こんなん俺もやりたいんやけど、こんなん気持ちいいに決まってるやんけ。誰か視聴者の皆さん、このマップ作ってください。やるかは知らんけど。さあ、このスパイク、もうありとあらゆるところから攻撃食らいまくってるんですけど、なぜかダメージが食らわない。誰にも攻撃が食らわない。この1マス強すぎん。これかくれんぼやったら、もうこの人だけ見捨てられて、みんな帰ってるやつやん。そろそろバレろよ。